はい、どうも、Bレジェンド上谷です。今回もですね、辻元トレーナーにですね、今回は、肩のトレーニングをね、ご紹介いただきたいなと思います。やっぱりこういうかっこいい体を作ろうと思うと、まあ、今もね、やってくれてますけれども、こう、肩のね、張り出したメロンのような肩を作ろうと思うと、やっぱりこう、逆三角形の体をね、維持できるので、まあ、ぜひですね、ちょっと今日この肩のトレーニングをご紹介いただきたいと思います。はい。ではまた、上谷は、解散いたします。はい。はい、それでは、まあ、肩の種目なんですけど、まあ、よくやる代表的なサイドレイズ、ダンベルを2つスタンディングで行うサイドレイズも、まあ、するんですけれども、どうしても、下で負荷が抜けてしまうポイントがあるので、まあ、ストレッチを意識した、まあ、インクラインベンチを使ってワンハンドで、サイドレイズを行います。まあ、体を斜めにしていただいて、ダンベルを下から、まあ、しっかりストレッチを少しかけたポイントから上に上げる。上げる。これも下ろすときは負荷が、しっかり肩に乗ってるような意識で、まあ、常に肩の横で重りを、まあ、乗せるようなイメージで。こういう形で、行っています。重りはそんなに重たい重りは使わずに、まあ、できるだけ、肩に負荷がしっかりと入るように、まあ、意識するっていうところがポイントですかね。どうしても僧帽筋このところに、まあ、重たい重りを使うと、負荷が乗ってしまうので、まあ、できるだけ軽めで、回数はまあ10回から15回ぐらいを、まあ、丁寧にゆっくり上げるということを意識しています。はい。でもう1種目も、肩の前のフロントの部分を、ストレッチ、かける種目で、インクラインベンチに座っていただいて、手の甲をそのまままっすぐ上に、でここでしっかり肩の前をストレッチかけて、これも負荷が抜けるポイントを少なくして、まあ、上げすぎないようにちょうど斜め45度ぐらい、こういった形で、まあスタンディングでフロントもいいんですけれども、まあ、ストレッチをしっかりかけて、刺激を入れてあげるっていう形で意識しています。はい。以上ですね。はい。目で読まれたわけですね。はい。はい、まあ、非常に分かりやすいですよね。はい、やっぱりこう、こう体のね、V シェイプ、を逆三角形の体作ろうと思うと、肩の張り出しっていうのが大事だし、はい、で、まあ、よく言うね、収縮種目、ね、縮める収縮種目と、あとストレッチ種目、筋肉を伸ばすような種目で、今ご紹介いただいたインクラインでやる、ライングサイドレイズかな、はい、どういうのかな、はい、寝転がるっていうことはやっぱり筋肉がこうストレッチ引っ張られた状態で、縮めようとするから、やっぱりそれだけね、引っ張られると、まあ、筋肉痛も非常に出やすいですし、まあ、サイズアップにもいいと思う、はい、まあ、ただ危険性もね、はい、どうしても出るので、はい、どこの種目もそうですけど、胸なんかでもベンチプレスを収縮だけど、こうフライとかはね、ストレッチ種目になるから、やっぱり引っ張られる分危険な損傷も大きくなるんですけれども、逆に損傷大きくなるからこそでかくなるっていうのもあるので、まあちょっとね、軽めからやってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、あとやっぱあれですね、見てると減量が進んでるから、こう肩もやっぱりもうこうステージョンガンって出てますよね。そうです。気づいてました自分で。あんまり気づいてこうやってやってる時にこうすごいカットが入ってますね。ありがとうございます。いい感じです。はい。あとやっぱりこうさっき、まあ、力、
サイドレッズで抜けるっていう話ありましたけど、まあ、やってもらうと分かると思うんですけど、やっぱりここから上がっちゃうとそれもそれで抜けちゃう、抜けるっていうのも肩に負荷がかからなくなっちゃうし、逆に下もこう気をつけの状態に行くともう肩に力入れなくても持てるわけですよね。このグリップする力さえあればいいから、だからやっぱりこうちょっとね斜めぐらいで寝っ転がってる時なんかだったら、あのライブでやる時だったらギューッとストレッチかけないとダメだから、あえて重量に引っ張らせるような意識が大事ですね、うん、はい、はい、まあなんかそういうところもね意識してもらえると非常にいいんじゃないかなと思います。まあこういうねメロン肩をね作ってもらったら悔しいね悔しいね、あのね、はい、ということで僕も頑張ります。はい、ということで、今回はライングサイドレイズのとライングフロントレンズかな、はい、のご紹介でした。ではぜひ皆さん実践してみてください。ではまたお会いしましょう。さよなら。